スタートしました若干12番ノリさんブラック後方になっています5番のグランコネクシオンも後ろからさあスタンド前前6頭ほど広がって17番の鈴野アムールカ内は1番バランスダンサーそして7番イングリッドローズさあ前は殺到して2番エコロワースそして外を通っては15番のフォルテフィオーレ広がってバグンの半ば6番サルベージワーク6頭7頭広がって第1コーナーを回っていきます その集団の直後に4番のアンゴラブラックさあ1コーナーから2コーナーペースを握ったのは1番バランスダンサーリードは1馬身半ぐらい2番手は2番エコロワース1コーナーから2コーナー3番手は広がって4番アンゴラブラックそして外からは15番のフォルテ・フィオーレ第2コーナーから向こう上面馬群の中には7番イングリッドローズ2馬身後方に6番サルベージワーク外は17番のスズノアームールそして3番のスティンガーグラスです。 向こう上面、中ほどそして13番のリアルセンター最初の 1000m は1分1秒台の通過さらには14番ヘブンズ・クライが行って2馬身後方11番、サスキー・ルージョンあとは1馬身半後ろ8番のオーサム・ピクチャそして10番、デルマス・カンダ2馬身後方に16番ルージュ・アイトーンそして上がっていった9番コスモ・ハーディング2馬身後方に12番ノリサン・ブラック離れて最後方に5番のグランコネクションです。 600を切って34コーナー中間前は2頭並んで1番バランスダンサー15番フォルテ・フィオーレ前2頭これから4コーナーカーブに向かっていきます4番アングラブラック現在3番手さあ前3頭広がって第4コーナーをカーブさあ直線に向いています前は4番アングラブラック先頭に変わったが15番フォルテ・フィオーレ前2頭 内は食い下がって1番バランスダンサーさらに外を通っては3番スティンガーグラス追い上げていって3番手から2番手上がっていった前は4番アンゴラブラック追い詰めて3番のスティンガーグラス前に並んでいるが今度は捉えた3番スティンガーグラス体半分出てゴー2着は4番のアンゴラブラック最後は3番手争い激戦